以前お伝えしたアリゾナ州で機械を撤廃する法律を作る動きは残念ながら失敗しました。上院を3月6日にこの法案は賛成多数で通過した後、3月30日に下院も無事通過、4月3日に知事のもとに提出され、4月6日に知事が拒否権を発動、この法案は廃案となりました。法案はその中身、つまり今後はアリゾナ州では軍用品基準を満たす機械以外は使わない、機械のプログラム内容は必ず公開するなどという条文も画期的なものでしたけれども、この法案を知事を迂回して州務長官に出そう、州務長官なら拒否権がないから拒否できないという提出計画自体も画期的なものでした。だけど本当にそんなことができるのか、州知事をバイパスして州務長官に提出することができるのかということが注目されていましたが、ご覧の通りやはりそれは実現せず、やむなく知事に提出して廃案とされたようです。このあたりのことを関係者の誰かが説明してくれるのを待っていたのですが、州務長官への提出作戦がうまくいかなかった理由はいくら探してもネットには上がってきませんでした。この計画の発案者であるソニー・ボレッリ議員が何か言ってくれるかと思っていたのですが、彼はホッブス宛ての抗議文を4月12日に発表しただけで、廃案までの説明はその中にはありませんでした。ホッブスの方はこの法案に対して、機械の問題は存在しない、これは存在しない問題を扱う法案であると決めつけ、また軍用品基準を満たす国内の機械は存在しないので、この法案自体が不可能と廃案にした理由を説明しています。まあ、機械の問題は存在しないというのはいかにもホッブスが言いそうなことですが、ミリタリースペックの基準を満たす機械は国内生産では無理というのは、アメリカの工業水準を随分バカにした話ではないでしょうか。ここは一歩引いて、機械はそのままでもプログラム内容の公開の義務化とか、実際のログの完全公開とか、その部分だけを残した法案を再提出するのも手かなと思います。ホッブスは自称知事になって100日が経過しましたが、その100日の間に53の法案に署名をし、その一方で48の法案に拒否権を発動して廃案にしました。署名した法案と拒否した法案がほぼ同じ数ですね。州議会で議員たちが議論を重ねて作成した法案のほぼ半分をホッブスが潰したということです。アリゾナでは呆れた州民たちが彼女を拒否権の女王と呼んでいるようです。女王がこの100日間で潰してきた法案のいくつかを見てみましょう。上院法案1063号、これは今回の機械を撤廃する法案を発案したソニー・ボレッリ議員が議会に提出した別の法案です。食料品課税禁止法案と呼ばれるものです。ボレッリ議員は日増しに食料品が値上がりしている中で、さらにそこに税金をかけると生活費への負担があまりにも大きい、だから食料品への課税はやめましょうという法案を作りました。実際アリゾナ州のいくつかの自治体では食料品への課税を撤廃しているそうですが、多くの自治体はそれを財源の一部としているんですね。ホッブスはこの法案は市民の生活費を下げることにはならない、食料品への課税がなくなれば自治体はその分をどこかで徴収しようとするわけだから市民の負担は変わらない、だから無意味な法案だと言ってこの法案を拒否しました。自治体の税収を小さくしたり自治体の運営費を削減して市民の生活を助けるという発想はホッブスには全くないんですね。自分は州知事になって収入が増えましたから物価なんかどうでもいいんでしょうね。下院法案2415号、アリゾナでは期日前投票を希望する有権者のリストというものがあり、これに一度登録した人はその人の死が確認されるまで永久に期日前投票権が届くというシステムになっていました。
けれども2021年からは期日前投票用紙を4年間一度も使わなかった人をリストから消すことになりました。今回の法案はその4年間を2年間に縮めるというものでしたが、ホッブスは期日前投票をもっと便利で安全にする法案なら署名するけど、これはそうではないので署名しないと言いました。リストの更新期間を短縮することは確実に安全性につながると思うんですが、ホブスには理解できないようです。理解したくないというかね、そういうことなんでしょう。会員法案2427号、これは妊娠中の人への暴力行為には通常の暴行罪よりも重い過重暴行罪を適用して罰則を5年間追加しようというものです。この法案が出てきた背景には、アメリカでは自分のパートナーや奥さんが妊娠したことが明らかになった後、家庭内暴力を振るう男が増える事実があるため、それを未然に防ぐための対策が必要だったということがあるみたいです。しかしホブスはこういう法律は役に立たない、それよりも犠牲になった女性をケアすることが大事だと言っています。要するに事件を防ぐのは無理だから被害者を援護すればいいじゃんということなんですね。ホブスはなるべく被害者を出さないという考え方や社会正義には無関心なようです。また妊婦を守るということは胎児を守るという意味にもなるのですが、中絶推進派の民主党としてはあんまり胎児を守りたくないわけで、だからこの法案を潰したとも言われています。胎児というか赤ちゃんに関する法案では上院法案1600号もホッブスは廃案にしました。これはちょっと普通の日本人には理解できないようなアメリカの現実が背景にあるようです。アメリカでは未熟児として生まれた赤ちゃんはこれは助からないなと医師に判断された場合、その子に対する救命処置は行われず、放置して心臓が止まるのを待つようなことが行われているようなのです。なので上院法案1600号は生きて生まれた赤ちゃんには必ず救命処置をするように医療関係者に義務付ける法案でした。これを怠ったら刑事罰を受けることになります。当たり前のことだと思います。民主党議員の一部もこの法案に賛成しました。けれどもホッブスはこのような難しい判断をするのは州の仕事ではない、この法案には医療関係者が反対していると言って廃案としました。多くの市民の声よりも医療関係者の声がどうして優先されるんでしょうか。医療業界擁護の姿勢は上院法案1250号の拒否にもよく表れていました。この法案はパーキングの拒否によって解雇された従業員が宗教上の理由で免除されるべきだったとして雇用主を訴えることを可能にし、罰金の支払いを求めるものでしたが、ホッブスはこれは中小企業に悪影響があるとして拒否したんですね。珍しくホッブスが中小企業の肩を持つようなことを言ってるわけですが、この法案が通ると確実に困るのは大量の医師と看護師を解雇した医療業界なんですよね。なのでここでもホッブスは医療業界とズブズブな正体を表しているわけです。まだまだ呆れるほどの法案拒否があるのですが、気分が悪くなったのでこのくらいにしましょう。黒森峰夫でした。